クイックルワイパーで掃除してるんですけども、やっぱね、いろいろとね、無理が出てきました。本日紹介するのはこちらです。はい、こちらダイソンのコードレスクリーナー。まあ、DC44。これ実は海外バージョンで、日本版だと DC45 というものになります。また後ほど価格言いますけども、海外版だと1万円ぐらい安くなる。ただね、保証が効かないですよね、国内で。なんか海外に送ったりとか変な手順を踏まないといけません。まあ多分壊れないだろうし、もし壊れたら新しい機種買えるってね。ほんとハッピーな脳みそしてます。ではこちら中身確認していきましょう。はい、こちらが本体、重量たったの 2.3 キロでございます。そしてこれがパイプ。これはね、なんか壁付け用のアタッチメントでございます。こちら通常のモーターヘッドに、こちらが右のモーターヘッドになります。で、こちらが隙間ノズル。で、こちらがブラシノズルとなります。さてこちら、通常はね、こちらにパイプを取り付けてね、よいしょ。それで先端にヘッドを付けます。よいしょ。結構ね、長いんですよね。さて皆さん、ここで気になるのは、この、掃除機の音。まあこれ特にアパート暮らしの人に多いと思うんですけども、夜はね、この掃除機の音がうるさくてできない。そこでこちらの音なんですけども、実際つけてみましょう。わかります?これ。ちょっとね、この画面越しからこの音を伝えるのはね、難しいんですけども、通常のものよりかは全然静かだとは思います。まあ、さすがにね、深夜使うのはどうかと思うけど、まだね、活動時間帯の8時とか7時、そこら辺だったら全然問題ないかなって思いますね。そしてまだ他気になるのが吸引力。やっぱね、コードレスだと吸引力はね、心配ですよね。ではね、ちょっと比較するの難しいんですけども、こんな感じでございます。あーっとね。まあ、コードアリーの掃除機に比べると弱いかもしれませんが、コードレスとしたらね、多分強い方じゃないですかね。これで実際部屋掃除してみたんですけども、特に吸引力が弱すぎるってことはないですね。まあ、通常通り使うことができると思います。それでこれちょっとかっこいいのがね、これですよ、これ。この壁付けの金具。これを実際つけるとこうなります。そう、こんな感じでね、ファサッと設置することができます。超かっこいいですよね。さらに下の方にはこういったノズルも収納可能。そしてこれ見てわかるようにね、長いバージョンじゃなくて、こういうコンパクトモデルで使うこともできるんですね。まあ、例えばこれ先端をね、ちょっと、まあまあこんなものに取り替えちゃったりすると、こういうコンパクトなやつだと車の中とかも掃除しやすいかもしれません。また、車についてはね、次回試してみようかな。どんぐらいホコリが取れるのか、次回、車の中掃除してみたいと思います。そして吸い取ったゴミはね、この中に入るんですけども、まあこれちゃんとね、ゴミ捨てもしやすいように設計されております。こちらボタンを押すとね、パカンと下下がるようになっております。あと、コードレスは珍しく、通常モード、強モードの2種類が選ぶことができる。現在はね、普通のノーマルモードなんですけども、こちらを一回押していただくと、そう、先でもね、まあまあな吸引力あったのに、さらに強くなってるんですね。さてこちらまだ使ってから間もないんですけども、現時点で気づいたいまいちなポイント。まずそれはね、購入前から分かってたことなんですけども、やっぱコードレスってことで、やっぱ駆動時間に限りがございます。こちら通常モードだと20分。で、先ほどの強モードだとたったの8分しか動作しません。なので広い家の場合はね、これ1台で掃除はちょっと無理があります。さらにね、充電時間、これ早いタイプ。それでもフル充電に5時間半かかるとのことです。まあ、1回バッテリー切れ起こしたらね、もうちょっと使えないって考えた方がいいですね。そして邪魔臭いやつがね、あるんですよ、これ。実はね、これ見てわかるように、スイッチはこうやって、引かないといけません。これね、意外に邪魔臭いんですよ。なんでこんなことしちゃったのかな?あとサイクロン式ならもう全部当たり前なんですけども、ゴミ捨てるときにね、この、ファサって舞う。まあそこまでの量ね、ファサって舞うことはないんですけども、やっぱね、ちょっと気になるね。さて最後こちら、ダイソンのコードレスクリーナー。気になるお値段は3万5000円でございます。で、こちら DC44 でだいたい3万5000円。で、DC45、日本版の純正品だと、だいたい1万円アップの4万5000円ですね。まあ、海外版にしろ、日本版にしろ。まあ、掃除機としてはね、むちゃむちゃ高いですよね。ただね、今回のコードレスクリーナー、一番の利点は何かというと、まあ、部屋にね、そのまま置いておける。それができるとね、気軽に掃除機をかけれるっていうメリットがあります。やっぱこれがね、コードレスクリーナーの一番のメリットではないでしょうか。やっぱコードアリのやつだとね、ちょっとが面倒で、掃除機かける回数がね、自然と減ったりするんですよね。やっぱこれからはね、清潔感のある男の方が好かれると思うからね。まあそういうなんかいかがわしいあれで考えてるんじゃないですけど、部屋をこれにて綺麗にしていこうかと思います。では次回はね、これを使って車がどれぐらい綺麗になるのか検証してみたいと思います。以上、ダイソンのコードレス掃除機 DC44 の紹介でした。まず運転席の下に隠れてるのはな、これな。
なーな。もう皆さん分かりますかね、えらいことになってますよ。